はい。こんにちは。ラートヒャオです。本日はですね、えー、タブレットお見せいたしましょう。えー、BMAX というメーカーのですね、MAX Pad i10 というモデルですね。ちょっと前に同じ10インチサイズのタブレット紹介しましたけど、こっちはですね、SIM スロット付きなんですよ。 はい。そこがちょっと大きく違う点かなっていうところがあります。で、シムスロットと、あとはラムが、こっちの方が4ギガなので、割とそのサクサクした動作っていうのはこちらの方が、まあその期待できるかなっていうところですかね。ただ、カメラ性能は、まあ画素数ではありますけど、こっちの方が劣ってたりしますし、あとはストレージに関してもですね、拡張ストレージ、外部ストレージが128までしか落ちちは対応しないですね。前回のものは512だったので、 まあそんなところがちょっと違うというところであります。で、えー、シムスロットですが 4G 対応という、5G はね対応してないんですけど、4G までというところですが、まあベストはソフトバンクですかね。ソフトバンクシムがまあベストなのかな。バンド的には138が使えますからね。で、ドコモだと13か。 はい。で、KDDI 系だと1しかちょっと使えないのかなっていうところなので、まあ、ちょっとその海外デバイスっていうこともあってね、そのなかなかその日本の周波数帯にはですね、がっちりこう対応してるわけではないですけども、一応ですね、このケースのところにはこの技ぎマークがついてたりするんですけども、まあ、ちょっとね、開けて使ってみてみようかなというふうに思います。 まあ全然2万円以下のタブレットで、まあもうちょっとその通信も含めてですね、えー、使っていきたいというふうに考えていた方、あのー、ビューワーとしてもちろん使うんだけども、あの、ベースはビューワー使いなんだけども、一応そのシムスロットがあると嬉しいよねっていうふうなものを探していた人にとってはですね、ちょっとあの、見てみてくださいというようなところですかね。まあ俺もちょっと見てみたかったんですけど。ということで、開封していきましょう。 はい。ということでね、開けていこうと思います。なんか、あれだよね、トランスフォーマーチックなロゴがありますね。そして、えー、逆側で申し訳ないんだけど、擬摘マークもね、ありますね。ということで開けますよ。よしこちらが本体ですね。こちらが本体です。と。 こっちえー、っとトリセツか。日本語書いてあったぞさっき。あ、日本語書いてありますね。トリセツ説明書。ね、書いてある書いてある。OK です。でもう一つの箱が。よいしょ。おお。 タイプ C ケーブルとアダプターで、アダプターのスペックはこんな感じということです。日本語で書いてあるね。うーん。ということで、こちらが本体ですね。よいしょ。おー。おーおうおおおお すげえシンプルだけど、技定マークがあるのはちゃんとの番号付きだぜ。OK。OK じゃないですかで、こういう。上の多分ここが金属パネルで、こっち側がね、樹脂なんですね。多分下の方が。うん。こういう感じだね。 スピーカーグリル。これがそういえばシムピンが入ってなかったな。シムピンが入ってなかったね。うん。左側にオーディオジャックと電源とボリューム充電。そんな感じか。これなんだなんでしょうね。で、ついちゃったよ。<laughs> 電源入れる前についちった。しまってね。ケー。えっと、ああ、貼ってありますね。保護フィルムが貼ってあります。ちょっと見にくいかもしれないけど。ここフィルムですね。これフィルム。ね。OK。 日本語上の方に日本語あるのありがたいよはいということで、えー、起動しましたあの初期設定も OK ですちょっとやっぱ変わってるんだな最近タブレットこんな感じうん俺が昔タブレットを使ってた時はこんなんじゃない <laughs> こっちにアプリが並んでいてでドロワー,ーもあるっていう感じなんですねまあでも アプリこんだけだからね。アプリこれだけですよ。すごくシンプルです。で、えー、まぁ、あ、ちょっとね、表示が最初から大きめですけどね、そういう意味では初心者の人にとってすごくいいかもしれません。ストレージは初期段階で8 7 7ギガが使われていますと。うん。マイクロ SD が1 2 8 g、e、まで対応ということなんで、足りない場合はそっちっていう感じですかね。 で、えー、顔認証なんかもできるようになってます。ここね、フェイサン n ロックって書いてありますけども、えー、パスサワードだったりとか、まあ、その他にフェイ e u ン l o c k も OK というところですね、えー。開発者向けオプション。開発者向けオプションを出しまして、RAM、えー、は、えー 4ギガ4ギガがまあ3 9ギガというふうに認識されてますけども、そのうちの1 8が今のところなんで、まあ割と普通に使っていけるから、4ギガあればまあっていう感じがしますね。うん。滑らかじゃない割と動きも。さて、Bluetooth コーデックは AptX、AptX HD、そして LDACOK、OK、というところですね。まあここまでできてれば OK でしょう。 OK ですね。はい。ここまで対応してれば OK かなというところです。で、これで私はいつも早くしちゃうよと。これでね、えー、滑らかにこのアニメーションも切り替わっていってくれます。はい。結構普通に動いてる感じはしますね。OKOK、OK OK。はい。えー、そして YouTube とかもさ、 スキップこんな感じですね。割といい感じで読んでくれてるなっていう感じありますけど。はい。えー、ちゃんとフル HD まで見れますね。OK ですね。で、あとは、えー、DRM で。 インフォで、ま、あ確認しときましょうか。セキュリティをね。セキュリティチェック。OK。はい。おワイドバインはレベル3ですか。うん。なので、プライムビデオとかの HD 動画はちょっと厳しいですね。見れないですね。 まあそのレベル1だからその全て OK ってもちろんわけではないんですけどちょっとレベル3だとそういう HD 系の動画のストリーミングってのができないのでそこが、ね、ちょっと残念かなっていうふうに思いますこれでああこれで画面分割か OKOK、OK OK こういうことができね。これはまあ、他の android もできますけども。ちょっとそこだけだなぁ。うん。こういうせっかくね、安いタブレットをかぶってなると、動画視聴とかね、そういったところ結構メインで使うと思いますから、そこら辺ですかね。うん。 その他で言うと、普通にこの,あの操作性っていうのは全然悪くないかなっていうふうに思うのと、あとは格安のタブレットのなのにもかかわらず、あの、シムスロットをね、搭載してるっていう点だと思います。開けてみますけども。よいしょ。ね、こうやって。 あ、そ、しかもあれだね。別々なんですね。SIM スロットと SIM カードこっち側で、マイクロ SD。これ別々になってるっていうのは、この格安では珍しくないですかねえ。<laughs> 兼用っていうのが結構ある中で、これはいいね。こっちで拡張しつつ、SIM スロットに SIM も入れられるので、格安のタブレットとしてはすごく優秀かなというふうに思いますね。 そういうところはいいかなっていう感じがしますねあとはまあ FM ラジオなんかもっていうところですかね FM ラジオは縦版横画面には対応してないんだな <laughs> なるほどですね そういうところで言うと、まあ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 、でも、シムスロットが入ってて、一応その日本のバンドにフルフルでは対応してませんけども、まあそれでも、あの、何かあった時にモバイル通信ができるというタブレットとしては、割とありっちゃありかなっていう感じがしますね。あの、格安タブレットでシムスロット搭載機っていうのが、そこまで多くはないのでね。あと、動きに関してもね、そんなになんか、 悪いってわけではないですね。あの、アンツ2とかでも、15万から20万の間ぐらいのスコアっていうのは出せるものを積んでますので、基本的なですね、ビューワー的な使い方であれば、あの、全く問題ないと思いますし、ちょっとデクニカルなことをやるっていうのでも、まあ、2画面で操作するとか、なんかそのオフィス系のファイルを編集するとか、まあ、ギリ大丈夫なんじゃないかなっていうふうには思います。 ゲームも本当に軽いものであればっていうところでしょうね。はい。っていうところで、BMAX の MAX Pad i10、えー、お見せいたしました。はい。いかがだったでしょうかあのー、SIM スロット搭載タブレットとしては、まあ、ありっちゃありじゃないっていう感じはしますね。技的マーク取ってんのも個人的にはちょっと意外。 に感じたたりもしましまが <laughs> 正直、正直撮ってるんだ <laughs> っていう感じはしましたが、えー、そういうところはまあ良かったんかなというふうには思います。あとはタブレットとしてはね、ここで顔認証もできたりはしますから、使い勝手というところでも割と利便性の高いところはしっかりとやってきてくれてるかなっていうところで、 あとはまあ重さとかもすごく普通ですねなんかその特別この安いタブレットだから重いですっていうわけではないですまあこんぐらいだろうなっていうところですねということでお見せいたしましたよかったらえ概要欄にね一応リンク載っけておきますのでよかったら見てみてくださいということでまた見てなバイバイ